皆さんこんにちは。皆さんは、廃墟はお好きでしょうか？私は実際に行くというより、廃墟写真を見るのが好きです。特に、なんでこんなものが建っているのか、と思うほど意味不明で不気味な廃墟は大好物です。今回は、そんな廃墟をご紹介します。まずはこちら、山の牧場。この廃墟は、山の中に建っている牛舎なのですが、新耳袋に取り上げられたことにより、ネットでも有名になりました。噂によれば、中にお札が貼ってあったり、二階部分の壁にドアが設置してあるのですが、そこには階段がありません。誰もいないボロボロの廃墟のわずなのに、電気や水道メーターが稼働していたりと、少し怖い廃墟です。この廃墟の正体ですが、元は朝日牧場、と呼ばれる普通の牧場です。二階のドアが設置されている周辺を確認すると、元は建物があったようで基礎が残っています。おそらく、新耳袋側が誇張した部分がかなりあると思われます。山の牧場、という名前、ちょっと好きです。次に、岩屋敷。こちらは文字通り、岩でできた屋敷です。だいぶ昔から建っていたらしく、かなりボロボロでした。どこから見ても、岩、岩、岩です。一体、何が目的でこのような建物を建てたのでしょうか。道路の脇にポツンと建っているので見かけたら驚くと思います。こちらは全くの正体不明の廃墟なので、ご存知の方、情報をください。個人的には、観光施設にする計画があって、そのまま頓挫した感じでしょうか。建物内には、あまり家具などは残っていませんでした。次に、ドクロ塔。こちらも道路沿いに建っている謎の塔です。ただこの廃墟、今までの廃墟よりも恐ろしいです。中に入ると、骸骨が大量に置いてあります。ご安心ください。よく見ると作り物です。しかし、祭壇のようなところに、こんなに骸骨が置いてあるとビビりますね。実はこのドクロ塔、廃墟ではありません。現在は塔を作ったご子息の方が管理していらっしゃるそうです。専属用塔だと書いていました。というわけで、いたずら目的で忍び込むと逮捕されるので注意しましょう。廃墟に無断で入っても逮捕されますけどね。最後に、石毛草加の倉庫。こちらは私がたまたまネットで見かけた廃墟です。石毛草加というマンションのすぐ近くに、このような廃墟がポツンと建っているので、少し奇妙に思いませんか。それと、この土地にはムジナという妖怪についての伝説があるらしく、この倉庫は、それに関係しているのかな、と思ったのですが。航空写真を見てみると、1988-1990年の時点では建っていませんでした。ですので、割と最近できたと思われます。ただ、この土地のど真ん中に家が昔から建っているようなのでマンションを建てるときに、この家主が土地の一部に倉庫を建てたのかもしれません。よく見ると祠のようなものが建っているので、何かを供養する目的もあったのでしょうか。いずれにしても、情報がなさすぎてちょっと怖いですね。いかがでしたでしょうか。今回は廃墟特集です。廃墟の写真を見ていると、余裕で数時間経っているので皆さんも気をつけてください。